お疲れ様です。今日ジョージが練習6回ということで、はい、練習生から入団するかどうかみたいな日だと思うんですけど、うん、レオさんから見てジョージはどういうふうに思いますか。まあ見ての通りのフィジカルあって、で何よりやっぱりあのこの元々培ってきた能力をチームに還元して活躍しようとしてくれる、まあ、メンタルと、まあ、勉強熱心さをすごくいいなと思います。そうですね、うん、ってことはあれですよね、もうそれぐらい好感度高いということで、うん、入団してほしいっていうことですか、ね、そうですだって、はい、ありがとうございます、はい、まあ僕のこのチームの印象としてはやっぱチーム全体として目線がしっかり揃ってるチームで、うん、なかなか社会人チームでそういうチームって少ないと思うんですよ、やっぱり。なんで、まあ、こういった環境の中でまずは自分がしっかりチームの戦術を理解して、うん、その中で自分の良さっていうのをもっと発揮していく必要があるなっていうのは感じるんで、うん、なんでもっとチームメイトとコミュニケーションをしっかりとって、そのアイデアだったり意見の共有っていうのがもっと必要なんで、うん、そこを今後もっと頑張っていきたいなっていう気持ちがあります。素晴らしい。こんないい子なんですか、ね、ここをね喋れって別に言ってないけどね、自分で考えてちゃんと喋ってくれるの嬉しいですね。そうですね、うん、まだゴールこそは奪えてないものの試合でね、うんうん、でもまあいいプレーしてくれてますよね。そうもうほんとね、そこに関してはまあね、遅かれ早かれ決まるもんだと思ってるから、うん、その前段階がね俺いつも心配するところで、そこをクリアしてくれてるからすごく嬉しいですね。そうですか、うん、どうですか。でもまあその入団するにあたって、うん、ジョージはプロ契約っていう、そうプロ契約でもう考えてました。最初見た時からもうプロ契約か契約しないかだと思ってたから、入団させないかだと思ってたから、だそこはもうしっかりこのコミットメントを保って、なんなら他をね今度は引っ張る選手になってもらえるっていう風に、まあ、期待してプロ契約したいと思ってます。ということで、ちょっとここからお金の話になるんで、うん、ちょっと多分その視聴者の方にはちょっと見えないところになってくると思うんですけど、そうだね、うん、黒みがずっと映ってるみたいな感じで、はいはいはい、もうずっと映ってないっていう、ここでね、現生渡すからね、はい、そういう感じで欲しかったアタッシュケースを渡すところは見せないよねなるほど、はい、この話を聞いてどういうふうに。そうですね、まずこうやってプロ契約っていう感じでお金を もらえながらこうサッカーをするっていう環境はやっぱ当然の環境ではないんで、まあそこに対してまずしっかり感謝の気持ちを持つっていうところと、まああとはそのプレーを必死に頑張るっていうのもそうなんですけど、やっぱプレー界の部分で例えばその練習がない日に筋トレするとか自分で走ったりとか、やっぱそういうことをして練習だったり試合のパフォーマンスがどんどん上がってくるように自分でやっぱ調整する必要があるんで、そこに対してのまあ必死さっていうのもまあしっかり見して頑張っていきたいなと思ってます。ありがとう。ということは OK で、ということは契約してもらえるかな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ショアボ東京に入団することになりました畑 JC ジョージです。チームの勝利に貢献するために一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。いや、いいですね。うん、よかった。いや、フォワードの選手がこのタイミングで加入してくるの大きいですね。そうだね。しかもね、日々の筋トレも頑張るって言ってくれるから、そう、俺もね、あ、曲げらんないなって思いますね。あ、それ勝負するんですかいや、やっぱそうです。ジョージを率いる監督がね、確かに。そうそうそう、エヴァンさんも背負っててさ、確かに。そう、だからそういうところでも僕のモチベーションも上げてくれましたね。いや、いいですね。はい、まあ、他の選手と同様で契約の中で、うん、そのまあ、ペナルティついたりとか、うん、そのまあ、練習とか試合の参加によって金額が変動するみたいな契約になってる、うん、そうそうそう。ただもうさっきのねとこ使われてたそのままなんだけど、今のコミットメントでジョージがやってくれたら、まあ、金額はその中のマックスになるから、なんですよね。そうそうそう、うん、あとはもう ここでもうプロ契約でシュアボの選手になるから、自信持って、うん、昇格に導いてください。やってほしいですね、うん、あと背番号の方なんですけど、はい、背番号11をお願いしたいなと、はいはい、思ってます。はい、いや僕も初めて聞いたんでね、はい、11だってどうですか。そうですね、まあ、やっぱり11ってのはエースナンバーだと思うんで、うん、まあ、それに見合うやっぱ結果っていうのを出していく必要があるんで、頑張ります。そうだね、そういうね11にふさわしい選手がね来た時のために開けてた部分も代表あるだろうから。まあ、そうね、はい、ちょっと僕にはちょっとこだわりがなくて申し訳ないです、はい、でもまあシュアーボのねクラブの代表は笠原くんで、僕は監督としてオーナーとしてで、もうこういういい選手がね入って一生懸命やってくれるって宣言してくれることが嬉しいんで、本当よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ろうね。はい、頑張りましょういいね。いや、本当改めてありがとう。頑張ろうね。よろしくお願いします。
ジョージ入団決まって良かったっす。いや、良かったね。まあ、フォワード今結構ね、ペイとジョージで組ませることも多かったし。そうそう。うん、で、まあ、今だから言えるけど、ジョージ入るかもしれないから経費下げてたところもあったからね。そうそう。だからこっからは、でもだからって絶対ペイジョージで行くって決まってるわけじゃなくて、そう、その中で例えばボランチも、経費を現状はスタメンから外したくないんだけど、それでもね、ケイマナと正気もしくは国家大統領っていうのもあるし、前線もそこにね、ケイが前線の方にまた戻ってトールだったり量っていうのはあるから、だからより一層競争力が上がって、その中で軸になれるような選手が入ってきてくれたって感じだね。一気に厚みまして、前も言ってたように、うん、その戦術の幅みたいなのも広がりましたね。そうだね。だから今やろうとしてるというか、俺らの武器になる戦術に結構ピタッと収まるじゃん、うん、うん、だからそこが嬉しいね。うん、いや、そうですね、うん。どうですか、ここから開幕まで補強っていうのはもうなかなか難しいところありますか。いやー、結構期待してないね。うん、だからなんでかっていうと、やっぱりね、開幕よりちょっと離れた時期だと、メンタリティに向き合えるというか、だからそれこそね、セレクションで入った時からさ、やっぱ正気とか前とか顔変わってるじゃん。でも時間作れないから、もう、そうそう、もうチームで心一つになって戦わなきゃいけない時に、その子に向き合っててチーム作れないなんてあれな話だから。そうだから、ここから来る選手は、まあ、飛び抜けた、質だけじゃなくて、そこにチーム壊さないコミットメントも必要になってくるから、なかなか来ないじゃん、そういう子。チーム壊さない子ってなかなかいないですよね。そうそうそう。だからそれはね、あれだよ、向こうへのディスってより、むしろ自分たちに矢印向けてるの。なんでかっていうと、倒産部だからさ。確かに、うん、俺らはプロとしての環境できるだけ用意してるけど、うん、やっぱそこは身の丈知ってるから。そうですね、うん、なんで来ていただけたら嬉しいって感じで、うんうん、でも今のもう戦力でやろうっていうふうに、もう結構舵切ってるというか、覚悟を決めてるね。まあ、今日もセレクションやってると思うんですけど、うん、まあ、選手募集は続けてるので。あ、そうです。まあ、そういったちゃんとシュアボで本気でやっていこうみたいな。そうそうそう。だどっちかっていうと、本当実力よりこっちなんだよね。まあ、そうですね。そう、だって集団で戦ったら強いっていうのは、最近の試合でさ、明らかに相手の方がトラップとかパス上手くても、うん、勝ってんのは俺らみたいな。それなんでかって言ったら、ここしかないから。うん、こことこっちで掛け算してるだけだから。そう、そこにね、チームで一緒の目線揃えてサッカーしたい選手いたら、いつでもお待ちしてます。それはよろしくお願いします。今日見たかったけど、ジョージいい子に。うん、そうだね。ジョージはいい子ね。そうそう、だからあとはジョージがね、それはプロ契約はしてるけど、うちで戦いたいって常に思ってもらえるような振る舞いを、まあ僕ができるかどうかにもかかってますね。ちょっと頑張っていきましょう。頑張りましょう。あ、全体いいかな、はい。攻撃に関してなんだけど、攻撃の時にはボール奪った後に相手の裏に、難しい時は相手の裏蹴って全体押し上げられるかどうか、そのクリアするときの判断、パス券のなしじゃないよ。でも中途半端なパス券だったら絶対クリアしてほしいから、そう、その水曜日やった練習のディフェンスラインの両サイドの裏狙って、そこからコンプして奪って自分たちを攻撃しよう。 OK、 よし、行こう。あ、うそ、ジョージ、ジョージ、バックパスに合わせて動き直そう。
ジョージ今掴まれてたんですけど馬力で今剥がしましたよね。あれそうだね、すごかったですね、抱きかかえられてましたよジョージ。すごいっすねジョージ。馬力あるとさ、ちょこちょこ繋がなくていいからさ、カウンターも食らいにくい攻撃できるんだよね。シンプルなそう、ジョージの裏抜け褒めてえのにさ、オバが走ってねえからさ。オバダメだぞ、それ走んなきゃ。もう走っといた方が絶対楽だから。じゃあ。あ、いいじゃん。今ちゃんと助走つけて抜けててよかったね。あ、いい声ですねジョージ今。今すごい良かった。あ、いいねいいねジョージ、今のすごい良かった、助走距離つけてさ。うん、ナイスナイス、あんな感じであの奥狙ってるの、okay. そう一発でチャンスないなんなくてもビハインドクロスに使えるほらいつもまだあそこサークルが結構フリーやからナイスナイス。さっきの連から出なかったけど何でも見てるからあれめっちゃ今でもそうです、だから形状時にボランチでトップって言ったらもっとそのウェイティングポイントとかポイントから足元の中裏抜けなのかって駆け引きをちゃんとしてほしかったボランチまで入ってくるじゃないとボランチに伝えてたからポイント誰もいないみたいな状況になりそうだったけど迂回しかないけどそうで、俺から2つね。1つはこれさ、センターラインもさ、あのゴールに近いだけで一応正規じゃん。だからセンターラインボール越えたら撤退コンプでしょ。そこふわふわしてて前線にね、前進コンプだと思ってる人と下がってる人で空いちゃうから、もうハーフウェイラインを越えるって予測つく、もしくは越えてるときはジョージとかあの、ケイとかが下がってあげたら、そこから相手戻すしかないからかけれるから、それ1個目線それよ。でもう1つなんだけど、クロス入るときボックスがないからさ、ちょっと近くにいすぎるんだよね、クロス入ってくるとき。さっきのオバのシーンももっと撮ってればみたいな。だからイメージ的には、まあ、次エンド変わるからあっち側だけど、このさっき、あ、じゃあさっき待ってた位置よりも5歩後ろ撮ろう、5歩、うん、クロス撮るとき、うん、それだけ。はい、頑張ろう。ジョージでそれ蹴るっていうモーションだったら下がればいい、うんうん、ジョージさん前裏抜けてさ、うん、あの起点作って落としたりするじゃん、うん、その時にあのジョージの中にやるよ、次青のボール切っちゃう、俺は外ながらにしちゃう。ジョージさ、さっきさあのウイング仕掛けてる時、はい、サイドバック行った時さ、こう走ったじゃん、はい、あのランニングめっちゃいいわ、はい、で走り方的にこう走ってあげた方がいいの分かる、はい、そうそうそう、こう走っちゃうとフリーになった人も後ろ向きになるから、ワンツーケイクフリしてっていう走るとちょうどこう前で向けるから、ちょっとそれできるかどうか見てほしい。Thank you.
追い込まれた。中に呼べ。お前せんやそこ。今の素晴らしい、今のが持ち味よ。ジョージだからあれですよ、裏抜けのその仕方というか、そこはちょっと伸びしろみたいな感じなんですか、うん、そうそうそう、まあ、どうしても俺がね、そのちょっとそこ優しい目で見てるのはちょっとあるんだけど、もっとできない子たちいっぱい見てきたから、だからこっからはね、ジョージが入ってくれたことによってな、このクロスの形っていうのはかなり武器になるし、あとジョージ結構いろんなプレーに関与しようとするから、むしろクロスが入る状況では中から動かないでほしいんだよね、うん、そこをちょっと見極めですよね。そうそうそう、あこの人はここまでサポートしに行かないとクロス上げれないかもしれない、うん、ああそれそれ、ほんとそれ、この人はこのクロスのサポート必要か、そうそうそう、あのね、動きのアグレッシブさと、フィジカル的な強さ、そう、そういうところはすごく良かった。でそれを、なんていうのかな、ダイヤの原石感があるから、うん、そう、あの磨きがいがある選手ですね。いかにこう、そう、そう、こっちじゃ磨けない部分持ってるから、うん、でもあのさっきもさ、ニアゾーンの言った後すぐ やれたじゃん、はい、そうだ、一個一個ちゃんと覚える、あのなんていうかメンタリティ持ってるから、それが嬉しいね。何よりいい子なんで、うん、そうそうそう、応援してあげてください。なんで引き続きよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですか今日入団決まってのプレーっていうのは。そうですね、今日の練習では、まあ、レンだったりトラ君からの、まあ、ロングボールが結構多かったんですけど、まあ、そこで競り勝ったり収めてそこからチャンスっていう場面が多かったんで、まあ、そこは良かったかなとは思うんですけど、1本目のシーンで
クロスバーのシーンとかもあったんで、まあ、そういうところでちゃんと点を取るのかどうかっていうので、まあ、自分の価値だったりっていうのもだいぶ変わってくるんで、まあ、そこをしっかり点取って終われる選手になりたいなと思ってます。であとクロスのシーンで、まあ、ちょっと早く入りすぎてボールと合わないっていう場面もあったんで、そこを今後修正して、まあ、得点量産できるように頑張ります。結構あれか駆け引きのところ言われたクロスに入るところの量産、それで言うと5メートル後ろのところから入れば、まあ、もっと勢いを持って入れるんで、まあ、そうですね、そこがちょっと自分の課題かなっていうのもあるんで、そこを今後修正できるように頑張ります。そうね、一回ディフェンスの背中取ったりとかして前急に入ったりとか、はい、そういうところ、ね、で距離も取っておけばそういう駆け引きもしやすくなるじゃないですか。そうですね、近いとなかなかしにくいし、やっぱフォワードとしてそこ重要なんでそこを早く修正したいですね。そうね、はい、で収めるとこのプレーとかは、ね、めちゃくちゃうまいなってなったから、そうですね、まあ、そこは自分の、まあ、得意なプレーなんで、まあ、そこを継続しながら、まあ、最後のやっぱゴール前のシーンですね、そこでしっかり結果っていう部分を見せていければと思ってるんで頑張ります。そうですね、まあ、もちろんその守備とかを一生懸命頑張るっていうのは当然で、まあ、それプラスちゃんとチームの原則を守った上で、まあ、自分の良さを発揮する必要があるんで、まあ、その中でしっかりストロングポイントを生かしていって最後しっかり点取って終われる選手になります。昇格するための戦力にしてもう俺は期待してるから、はい、頑張ろう。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。あの常時入団決まってどうですか、なんかライバルが増えたみたいな感覚ある？そうですね、プレースタイルも若干似てるんで、まあ、ライバルっていう風に置いてはいるんですけど、まあチームメイトとしてチーム強くなったなっていうふうに感じてるんで、まあ、嬉しいって気持ちもあります。そうね、ライバルだけツートップ一緒に組むもんね。そうですねそうだよね、だ仲良くしなきゃいけないもんね、連携高めないと。そうですね、でも最近練習会とかでも結構頻繁に喋って、ジョージすごいなんかいい子ってすごい上から行っちゃってるみたいな感じなんですけど、いい子で話しやすくて話してて面白いんで、いい選手入ってきてくれて嬉しいなっていう感じですかね。でね、ジョージがねプロ契約での入団になったのよ。はい、どう、まあまあ、ペー現状プロ契約なんないけど、はい、正直言ってすっごい悔しいです。はい、ジョージ入ってくる前から一応自分ゴール決めたりもしてて、ずっと試合も出てて、もちろんプライド持ってやってたんで、入ってきてパッてプロ契約取られてすっごい悔しいなっていうのが一番出てきます。うん、今日もゴール決めてたのにね。そうですね、結構メンバー的にもサブ組多かったりもしたから、あの中で頑張ってゴール決めるっていうのはね、なかなか。そうですね、入ってから結構ずっとトップっていうかスタメン組の方でやらせてもらってたんですけど、まあ、今日はジョージがトップの方ってことで自分はサブっていうのはもうメンツ見て分かったんで、すごい悔しくて、まあ、でもそれを真似して絶対に自分で決めて、あの結果残してやろうって思ってたんで、まあ、その執念のゴールみたいな感じで点が取れて、そこは良かったかな、アピールになったかなっていうふうに思います。自分の中ではロングボールが来たところでの収めるところ、一回自分のところで落ち着かせて時間を作るっていうところがちょっとロストが多いかなっていうところと、クロスに対する入り方で特にビハインドクロスの時に助走距離を取り直すとか、スタートのタイミングが早すぎるっていうところが結構最初の方から言われてることではあるんですけど、それが治ってなくて自分が点が取れそうなシーンで点を取りきれなかったっていうのがここ数試合だったんで、そこを直せばっていうふうに自分で考えています。まあでもアピールしていけばプロ契約の目絶対ペイにあると思うから、はい、もうこれで悔しさを逆にバネにしてもっと頑張ってほしいよ俺は。はい、絶対プロ契約取ります。おいいですね、はい、フォワードやっぱりね、センターラインは欲しいはずだから絶対、はい、そうで K もいるからね。そうですね、そうですね、契約もいるんでライバル多いですけど、まあ、やっぱその中でもペイは違うなっていうのをここから先で見せていきたいっていうふうに思ってます。そう、ね、どっちにしろペイはもう全部プロ契約の選手のライバルになってくるから。そうです、そこに勝たなきゃいけないね。はい、ちょっと頑張っていきましょう。はい、頑張ります。どう、でもフォワードと、まあ、フォワードボランチ両方やけど、ケイはさ、はい、ジョージの入団決まって。そうですね、率直にあの嬉しいですね、ジョージの入団が決まったってことで、今チームにないようなオプション、まあ、高さ、クロスの、まあ、オプションが1個できたってところで、まあ、クロス上げる選手もやりやすいだろうし、収めるってところでロングボール蹴ったところでも回収できるかなっていう新しい
やり方があるので、まあ、自分としてもボランチ今やっててやりやすいかなと思います。まあ、K はさ、でもどうなん、今気持ちとしては、まあ、ボランチフォワードどっちやりたいとか、まあ、それはフォワードやりたいとは思うんだけど、はい、そうですね。でも今なんかフォワードで結果残すのも好きなんですけど、まあ、その自分としては今もう本当にサッカーを知り尽くしたいというか、まあ、森田さんの対談でもあったと思うんですけど、もう本当勉強したいんですね、サッカーに対して。でもフォワードはもう今やってて、まあ、結構分かってきた部分も増えてきたっていうので今ボランチやってて、まあ、今ボランチで分からない部分もあったり、プレーメモリーのなさで失っちゃうシーンもあるんで、まあ、そこで今ボランチやっててすごく楽しいなと思ってやってます。でもまあフォワードやることもあると思う、はい、まあ、一緒に強くなってきたらいいね、本当に。そうですね、まあ、フォワードやった時はジョージライバルだと思うんですけど、まあ、ジョージと自分でまた違った、うん、あのプレースタイル特徴があると思うんで、まあ、ジョージと被らないようなプレースタイルで2トップの相方じゃないですけど、フォワードやった時は組めればいいかなと思ってます。そうね、オーケー、じゃあ頑張っていこうぜ。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、ジョージの入団が決まったんだけど、はい、あのどうジョージが入ってくれるっていうのはすごい戦力としてプラスになるなと思ってます。まあ、本人というかジョージは、なんだろうな、その成長する意欲みたいなものは僕から見てもすごく見えるので、そういう選手がやっぱ入ってきてくれるのは一つ大きいなと思ってます。うん、今日もそうだしさ、はい、まあ、ジョージが一番最初に来た練習の時もさ、結構鍋と一緒に練習というか隣のポジションになることも多かったじゃん、はい、連携っていうのはどう高まってきてる？あ、そうですね、コミュニケーションは結構取ってて、まあ、特に競り合いの時に、まあ、自分がジョージ強いんで、そこで僕がどこに立つのかみたいな話とかも結構してたりとか、あとはクロスの入り方とか、まあ、そういったとこも話せてるので、まあ、いい関係になってきてるかなとは思ってます。うん、だからナビ両足で、ね、クロス上げたりするし、クロス上げる側の立場にもなくなるから、今日結構レオさんそこも話してたよね、そういう。はい、そうですね。まあ、今日言われたのは、まあ、意外とその助走取ってるから上げてみていいよっていうところを言ってもらって、まあ、僕としてはちょっと入ってないから上げなかったみたいなシーンがあったんですけど、まあ、そこちょっとビデオ見ながら確認して、次トライできるように準備していきたいなと思ってます。ジョージが、はい、まあ、プロ契約でさらに入団するっていうことになって、はい、まあ、前線の選手でプロ契約どんどん増えてってるけど、はい、まあ、鍋自身プロ契約の選手がこう増えていく中で、今現状っていうのはどういうふうに認識してる？そうですね、まあ、今プロ契約っていうのは初めて聞いたんですけど、うん、まあ、刺激にはなりますし、まあ、自分自身もそこは目指していくというか、まあ、プロ契約になりたいっていうよりかは、まあ、そのチームにとって欠かせない存在とか、必要な存在イコールプロ契約だと思うので、まあ、そういう存在になれるように頑張っていきたいなとは思ってます。そうね、はい、もっとアピールしていけば鍋もプロ契約になるわけだからさ、はい、まあ、ちょこっと YouTube を始めてる人はいいんすかここで、うん、ちょ、はい、YouTube 始めました皆さん見てください、ね、はい、そこからそういったところもコミットメントがアピールみたいなのには換算していくチームだからさ、はい、ちょっとプロ契約できるように頑張っていこうよ、鍋を。そうですね、サッカーの内側もそうですし、まあ、今言った YouTube 活動とかそういう外側もね頑張っていって、まあ、プロ契約というかチームにとって必要な存在になれるように頑張っていきたいと思ってます。頑張っていきましょう。頑張ります。お願いします。ね、2人を呼んだ理由が、まあ、結論から言うと副キャプテンに任命しようと、2人を、うん、でその理由で言うと、やっぱりシュアーボーって目線揃えてしっかり戦いたいじゃん。その上で上辺じゃない原則の理解がしっかりあって、それを人に伝える、まあ、熱とそれを体現しようとする自分への厳しさがあるっていうところで、2人は自分の中にコーチを持ってる感じだし、しっかり周りに姿勢と、うん、まあ、行動と発言で示せるから、そういうところで、まあ、レン一人でなんかそういうのを担わせるんじゃなくて、一緒に背負ってくれないかなと思って、言いました。どうですか？ちょっと聞いてます。いや、もう自分としては任命してもらえたことが嬉しいですし、うん、もう全力でやらせていただきます。うん、なんで、まあね、まあ、今まで通りの姿勢でより一層、なんていうのかな、こう、チームとしての目線だったり戦い方をこっちに行くぞっていうのをもう強烈に意思表示できる。試合の中でさ、やっぱり俺トラ評価してるのは、今日のねドキュメントにちょうど放送されてる試合があれだけど、やっぱプレーがね、オンザボールのプレー悪くてもそこから自分で立て直すじゃん、そこ切り替えてとかで、経緯とかもそういうとこあって、やっぱり自分のプレーが、良くなくてもちゃんとチームとしてやる行動っていうのはそこ分けて考えれて、その中で自分でアジャストしてって自分もいい状態持っていくっていうのを2人ともできるから、やっぱそこの強さ必要なんだよね。自分ダメだから人に言えないとか、そこブレちゃいけないから、そういうところで、まあレンもそういう選手だしさ、そういう選手、戦える選手っていうのを増やしていきたいから、
そのまあ根っこの部分に2人が蓮と一緒になってくれればなと思う。なんで引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ今日ねみんなに発表があって副キャプテン作ることにしました。うん。でその副キャプテン作る理由としてはやっぱりみんなに、この行動と発言で、姿勢を示せて。レンが今やってることっていうのを、それを、まあ、そのスピーカー役みんなにこういう、チームだっていうのを浸透させるために、必要な人間を指名したんで、なんでそれが、トラそしてケイです。なんで2人から挨拶お願いします。この度キャプテンに任命されました。とはいっても正直な話、まあ、このチームって一人一人が本当にそのキャプテンのとして、まあ、プレーするというかそれだけの自覚を持って存在するチームだと思っているので、正直なことを言うとそんなにやることは変わらないのかなと思ってます。まあ、ただ任命されたからにはこれまで以上により一層、まあ、選手の模範となるように示していかなければいけないと思っているので、まあ、レンとのコミュニケーションだったりは、まあ、やっぱ仲もいて得意ですし、みんなとレンとをつなげる、こう、うまくこうつなげられる仲介役になれればいいのかなと思ってます。まあ、今後ともチーム一丸となって頑張っていきましょう。以上です。よろしく。はい、まあ、トラ君に引き続き副キャプテンとして、プレーすることになります。と、まあ、今シーズン目標に掲げている党2部昇格に向けて、まあ、一生懸命自分が頑張ることももちろんですが、副キャプテンとしてチームを引っ張る存在として、まあ、副キャプテンという役割ですけど、キャプテンという、まあ、仕事と変わりないのかなと思いながら、まあ、キャプテンのような振る舞いをしていければいいかなと思って、1人と3部優勝に向けて2部昇格できるように頑張っていきましょう。お願いします。よし。まあ、みんなに揃えたい認識としては、みんなのことを一人一人もう環境を用意している分プロだと思ってる。だからこそ一人一人がそれぞれ常に技術だったりフィジカルに向き合ってくれてる前提でやってるから、俺は試合中に技術的なミスだったりとか、フィジカル面で走れてない時にわざわざ指摘みたいなしない、鼓舞はするけどね。そうだからこそ、例えばトラだってケイだって上手いけどミスをする時ある、レンだってそうだし、みんなそうだと思う。でもその時に重要なのは慣れないで姿勢は保ち続けること。みんなミスあるから、そこでお互いに、ちゃんと鼓舞し合ってチーム気持ち一つにして戦えるかどうかが重要だから、その中でしっかりやってくれる3人だし、みんなもそうなってくれると思ってるから、その認識でお互い励まし合いながら気持ちで絶対負けないチーム作っていこう。うん、じゃあ今日も頑張ろう。トラとケイを副キャプテンにしたっていうことなんですけど、はい、うん、まあ、任命理由さっき伝えた通り、あ、そうそう、何もないよあれ以上は。うん、まあ、でもやっぱりあの2人コミットメント高いですか、やっぱり。そうだね、だからコミットメントはね、今正直低いって選手はいないんだけど、うん、その中でやっぱり人に求められるし求めるだけの行動をしてるっていう、うん、この2つ、うん、これをね、この基準満たしてるというか、あ、こいつに命預けたいなっていう選手って言える2人っすね、はっきり言える2人、うん。あとあれですか、その2人で言うと、まあ、声出したりとか、うん、コマンダー力とかしきれるタイプでもあるっていうのはある。そうそうそう、まあね、それで言うとやっぱレンすごい、まあ、言わなくても信頼してるのは画面越しに伝わってると思うんですけど、レン一人で伝えられる力というか、こう例えるとスピーカーみたいな、はい、そのスピーカー自体を大きくしたかったっていうか、そうそうそう、それをね、逆サイドでも俺の思ってることを伝えてくれる選手を増やしたかったんだよ。昨シーズンはちょっとキャプテン作ってなかったけど、今シーズンは作ろうと思ったきっかけみたいなのがあるんですか。もう本当ケイとトラの普段からの姿勢見てですね。ああ、なるほど。うん、だってケイだったら例えばフォワードやりたいけど、このボランチに、まあ、めちゃくちゃ向き合ってくれてるじゃん。うん、そうで、シュワーモの戦い方は何なのか、でそこで自分がどう出せるのかっていうのを向き合ってるのを見てるし、でトランも、まあ、スタメンじゃなかったし、そう、そういうところから一個一個弱点に向き合って、そうそう、で魂忘れず、うん、だからもうあれ言ったまま2人だったら、うん、ベンチでもピッチでもどっちでもこのシュアーボの選手としてあるべき姿を見せてくれるところですね。うん、まあ、去年は、まあ、無理やり作る必要なかったんですけど、今シーズンは、まあ、2人がだからこそ任せられるっていう。そうだね、まあ、ここで作んないとあとはまたシーズン終わってとかになるから、うん、でもそれこそ昇格の可能性 1% でも上げたいじゃん、はい、って時に本当、まあ、レンはシュアーボの戦い方で周りにコーチングするんだけど、うん、やっぱそれをさ、レン一人で言ってるのとレン以外も同じこと言ってるんだと、レンの見え方変わってくるんだよ、はいはい、レオさんが言ってることを言ってるやつじゃなくて、うん、シュアーボの戦い方を体現するからレンにしてるわけじゃん、うん、そうだからそれを、まあ、増やしたって感じ、
もうこれでね、またチームまた一つになって、それがスピーカーまた増えるみたいな感じなんで、そうそうそう、うん、ここからまた開幕に向けてちょっと一致団結していきたいです、ね、うん、この質が大事じゃないってわけじゃないですよ。その中でベースをちゃんと内外に示せる人で大事、そこの大事さを見てこうなったんで、応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうキャプテンになるっていうふうに、まあ、急に言われたと思うんだけど。そうですね、ショアボチャンネルのインタビュー撮るって聞いてたんですけど、いやでも本当にみんなにも話した通り、もともと自分はそのまあ本当任命とかはされてないですけど、自分が一人のこうキャプテンとしてあのチームで振る舞ってるつもりだったので、本当にやること自体は何も変わらないのかなというふうには思ってます。まあでもやっぱり任命されたからには今まで以上にやっぱその副キャプテンとして、まあ、プレーもそうですし、ピッチ外での行動もやっぱりみんなに示しつけられないといけないと思うので、そこは今までよりも自覚持って過ごしていきたいと思ってます。そう、ね、まあ、トラの厚さとか、みんなトラいいやつだっていうのは取れたから、まあ、そこをちゃんとしっかりさ、レンを支えていくのも大事だしね、はい、そこちょっとやっていきましょうよ。はい、頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。どう、でもみんなにさ、急にキャプテンになるって言われたもんね、今日ね。そうですね、まあ、急に言われたのもあったんですけど、まあ、そのレンがキャプテンで、レンが一人だけでなんかチームをなんて支えるじゃないですけど、まあ、大所帯になってきた中で、まあ、そういう役割も必要だなと思いながら、まあ、サポートしてるつもりはあったんですけど、普段から、まあ、そういうしっかり公認じゃないですけど、役職副キャプテンっていうのを、まあ、任命してもらえて、まあ、全うするだけだなと思いますね。そうね、どういうことをやっていこうかなというか。いや、そうですね、まあトラ君も言ってたんですけど、そんなにやることは自分としては変わらないかなと思ってて、まあ、普段からそういうキャプテン、まあ、レオさんの言う言葉で言うとコマンダーっていう言葉を使ってますけど、まあ、変わらずそういうコマンダー的な役割を持ちながら常にやってたので、まあ、いつも通り変わらず、まあ、より一層頑張るってとこはあるんですけど、まあ、変わらず頑張っていこうかなと思います。そう、ね、やること変わらずちょっと厚さをね、またさらに増して、そうですね、強くしていきましょう。はい、どうですか、あの副キャプテンにトラと K がなったっていうことで、あの、まあ、仲間増えたみたいな感じかな、ね、そうですね、まあ、あの、まあ、今のチームではあんまりないですけど、まあ、正直一人でこう何かを発信してもうずっと引っ張っていくっていうのは結構あの厳しい仕事だなって思う時もあったんで、そこを自分以外でもあの仲間に発信してくれるっていう、まあ、発言権をもうより強く持った仲間が増えたっていうのはすごく嬉しいです。いや、トラは本当責任感強いし、何より本当傾聴力高いっていうか、本当こうしようぜああしようぜっていうコミュニケーション取れるし、もう原則の話とかあの自分が聞いてくるし、チームへのコミットメント高くて仲間とコミュニケーション取れるっていう、自分が信頼してる選手ですね。じゃあ K は信頼してない。いや、そういうことじゃない。いやいや、次 K 行くんじゃん。でも K も本当あの、まあ、責任感強いし、あのちゃんと原則に基づいて声出せるから、本当その発言 の, その量だけじゃなくて質も高いから、そういう選手がチームの中で中心選手になってくれると、本当チームとしては本当いい雰囲気できるなっていうし、あの強くなっていくと思います、そういうチーム。本当、まあ、僕らのいいところは本当目線揃えて戦えてる時だから、そこの目線揃えるっていうで、まあ、先頭に立つ選手たちが、まあ、僕含めてどれだけ発信してどれだけチームをみんなを動かせるかっていうところが大事になってくるんで、ちゃんと自分たちでまとまって原則に基づいてサッカーで戦っていきたいと思います。そしたら絶対勝利つかめると思うんで、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。キービジュアルが、追加のやつがかあの完成したということで、ついにできましたか。はい、どうですか、見ましたか。かっこいいね。よかったですね、仕上がってるな、あの行けっていう感じでレオさんが旗持って、そう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 、はい、ね、だ今の僕の仕上がりとのギャップがいかにキービジュアルがかっこいいかっていうのを分かっていただけると思います。強風ですね。はい、強風の中のこの感じ、はい、鼻ズビズビの、はい、もう花粉症でこうなってるのにドキュメンタリーで感動で泣いてることになってたからな。いいけど別に。まあそうですね、はい、前回の動画でそうなってましたけど、なんでこんなやつでもこ、はい、あーできる、はい、こんなやつでもこんなかっこいいキービジュアルできるね、佐賀さんに感謝です。そうですね。そうですね、同じ日に撮ってますからね、あの花粉症で泣いてたっていう。そうなんだよ、はい、スーツ着てる日に、ね、はい、であの時より俺今体重で言うと若干痩せてるから美女いいはずなんだけど、はい、この仕上がりだから、はい、うん、やっぱりちゃんとあのその日に向けて整えるってこと大事だって分かる、ね、はい、まあでも、まあ、この今回の写真の思いというか、うん、あの狙いというかどういったものがあります。なんかもう哲学の共有ですよ、はい、哲学を共有できるメンバーとやるサッカー、それがね
チュアボでしか見せれないものだと思ってるんで、はい、それをレオさんがね旗あの持ってみんなに行けって言って、そうそうそう、自前の旗持って、はい、自前の旗で言ってる感じですよね。はい、そうです。はい、あれですね、オバトロいないですねこの写真。そうなんだよ。はい、うん、もうあれ何だったっけ、いやだから体調不良だっけ、体調不良だから、あの日はあの試合だから海舟が右上で出てるじゃないですか。そうそうそう、そうだよ、よく勝ったよね。そうですよね、うん、はい、でもまあオバにはね、そうそう、あそこにね映ってなくてもチームの中で存在感あるね選手になってもらって、あ、それも90いなかったねぐらいの、まあそんぐらいね、もう取り返す、取り返すっていうか別に見せてもないけど、してほしいですね。そうですね。で、まあジョージがいることによってちょっと映えますねこれは、ね。映えるね。はい。そうそうそう。そういうところもね、なんかこうプロ契約になった理由の一つですね。はい。いや、じゃあこっから、うん、まあジョージ入団決定したということで、うん、こっから盛り上げていきたいですねまたね。いや本当ね、まあ必然的に盛り上がるでしょ。あとはもう結果でお返しするだけですよ。はい。まあ勝ちましたからね前回の試合勝ったことない相手に。はい。まああとはもうトリーグね公式戦になると。いろいろ違うからね。はい。そうそうそう。だからもう本当に気が気じゃない時期がまた始まりますね。はい。じゃあ頑張っていきましょう。はい。